お久しぶりです。いやバリ鼻声じゃね。お久しぶりです。ですです。お久しぶりで。はい、Long time no see ですね、皆さん。よいしょ。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。もう3月、ちょうど15日、3月も真ん中になりましたけども、うわ鼻声すぎんか俺。ちょっとどの町いますか。大阪、大阪です。花粉症、そう花粉症。でまあ今日はインスタライブにしたのはあれですね、まあ最近の話というか現状の話と、まあお久しぶりですっていうことで、そう、 LINE ライブが普段はメイクしてないです。インスタライブ久しぶりです。だいぶI miss you. Hello. 風邪ひきました。あら気をつけて。俺もこの前ちょっと体調崩したね。最近どういう日々をお過ごしですか。これほんまやばいな。よいしょ。東京来る予定はまだちょっとないね。今普通に仕事が忙しいのと、まあお金貯めてるっていうのもあるから、ちょっとまだないかな。いやまあ夏秋ぐらいには一回行きたいなと思ってる。普通に旅行で。こっちは朝です。そんなに時差あんの。 What time? 花粉症マジでしんどい。やばい今日やばい。帽子かわちありがとう。仕事を辞めて次のお仕事までお休みした。あら新しいこと始めるのもまた一興ですね。じゃあ大阪に飲みに行きたいです。まだバイト辞めんといて。大阪に飲みに行きたいです。まだバイト。ああ大丈夫それは。まあの方は辞めることはないでしょう。俺がセイととんでもねえ喧嘩するとかある限り。イギリス。Hello, thank you for watching my Insta live. Thank you. 万年アレルギーで毎日薬飲んでる。今年やばいよな。てか毎年言ってる気するけど今年もやばい。もう鼻と目とで俺肌も痒くなるよね。すごい肌も荒れるしやばい。恥ずかしいからフィルターつけとこ。なんかうおすごい。フィルターつけてあれか重くなるんやっけ。やめとこ。久しぶりでござる。 LINE ライブ以外では久しぶりですね。そうまあちょっとした近況報告というか、ちょっと BGM 作業
インスタライブの方が気軽に見れるかなっていうので、最近ハマってる曲、流そうか。あ、ちょっと待って、 LINE ライブの感じで流そうとしてたけど、普段バイビータクじゃなくてシャンプーを下ろすのっていくらぐらいですか？いくらやろ。今せいちゃんいてる？さっき見に来ててんけど、いくらですか？せいちゃんいてたら答えて。ちょっとあんまそこら辺ちゃんとあれです、俺は把握しきれてないかも。確かでも 2万とかやった気がするな。物によったはず。今あるのが2万ちょっととかやった気がする。高いんやな。最近ハマってる曲はね、最近でもメゾンデがすげえなーって思ってんのと、一生バウンディ聴いてんのと、ワンエンオンリー、新しいこと始めようと思ってやりました。あー、いいじゃん。最近ハマってる曲、最近何から聴いてるかな、いつも。いやでもね、バウンディの曲なんやけどこれ流して大丈夫か、インスタライブって。一回流してみよう。切れたらごめんね。いや、切れたら怖いからちょっと読んでみようか。泣き地蔵っていう曲、バウンディのラッサビが好きでよく聞いてますね。そこからプレイリストよく始めてる。春歌のおすすめ、春歌か、春ね、春か。でも春歌で好きなのはあれかな、あのワナワンの何だっけ、あの曲ブンバラン、スプリングブリーズみたいなやつ好きかな。あの曲は普通に好きやね。あ、ついに今月末髪型が変わる予定です。どうなるか分からんけど、まだちょっといつもやってもらってる美容師さんに相談しながらになると思うけど、シャンパンの値段がどんだけやったかっていうのを見ようと思ってますそれはどんまいなのかな赤髪にしてきた。いいね、春だねって言おうと思ったけど、でも春か、赤は。前髪バッサリ切った、いいね。俺も前髪切りたいんだ今ね。前髪が真っ赤すぎてさ、前髪下ろされへんのよね、せっかく染めたのに。やばくないこれ。だから前髪は切るつもりです。髪の毛なっけえな、それにしても。遠隔で25やから25かな、今あるシャンパンで。で俺らなんで3万にしたんやろか来年は多分もうちょい価格を抑える予定です。一応作るけど、まあ、その数は作らんかなって感じで。ブリーチ、これは1回か2回か忘れた、確か2回かな。髪伸びてきたよ、和服似合いそう。いやでも金髪と和服って相性そんな良くないからね、日本人の顔は。こんばんは。あ、そうか、 LINE ライブ見れてない人いてるから、俺が最近どういう髪色をしてるのかすら分からん人らもおったんか。4月から LINE ライブ
が3月いっぱいでサービスが終了しちゃうんで、4月からちょっと違うプラットフォームで配信をしつつ、お金貯めて余裕ができたら YouTube か Twitch かで配信を始めようかなと、まかたまかえて思ってるんですけど、まあそれもまた決まり次第ちゃんと告知はしようかなと思ってます。手綺麗、いやでも手はね今汚いって言い方あれやけど、花粉で肌荒れるからねボロボロないよ。あんま見せれたもんじゃないけど、ちょっとゾンビみたいな手になってる。いや今誰とも握手とかできないね、ハイタッチとか。Nフライングって韓国のあれかで合ってる、 YouTube あれスパチャ、 YouTube、 まあ YouTube もツイッターもそんな感じやね。いやまああっちは何やろ、なんかしたかったらどうぞみたいな感じではあるから、せっかく神ライバーになったのに、彼女神ライバーに、あれまあ LINE ライブってあんまランク関係ないみたいな話この前したからね、運営さんというかマネージャーさんというか、そんな感じの人ってあれやばいよね。韓国のバンドか、ちょっと流したら分からん、あの止められるかもやから、インスタって確か後で聞いときます。肌荒れやばいよねマジで。 YouTube はスパチャで、 Twitch はサブスクやったかな確か。なんかね月額でサブ、 Twitch サブスク、サブスク確か1ヶ月500円とかで、なんかね、特典を受けれるよね。そのサブスクした人から、春から美容師になるから、うわーマジで気をつけて、あの白のハンド美容液結構おすすめよ。あれ結構治るし、もちもちなるし。配信中の広告非表示。サブスクライバー専用のバッジ、限定モード中のチャットへの参加、ああなるほどね、サブスクライバースタンプのアンロック、スタンプのアンロックが一番大きい特典みたいらしい。はあ、まああれやね、普通に俺の配信へのサブスクがスイッチスイッチでも配信はできるよ、パソコンいるけど、まあ、結局パソコンはいるね、何にするにしても基本的には。チャオ、春から美容師頑張って、こんにちは、こんにちは、まあはこんあなたの国ではこんにちはかな。そう、まあ久々インスタライブでもするかと思って、 LINE ライブがね今月で終わるか、まあ、LINE ライブでするか迷ったけど、まあ、たまにはインスタライブもいいだろうっていうことでちょっと許可を取って LINE ライブじゃなくてインスタライブでしております。で今考えてるのが、4月からふわっちじゃないわ、ポコッチャスーツで会いに行ったら結構来そうですか。いや全然、えバーにってことやんな、全然仕事終わりとかで来る人とかも全然いてるし、まあ、連絡はくれとくと、あスーツで来たから誰々やっていうの分かりやすいから連絡はしてくれるとありがたいかなって感じ。何だっけ、あそうそう、ポコチャそうありなんや、あそうそうが、なんかまあ結構いいねって感じで話してて、まあ配信時間が基本的に多分深夜になっちゃうからあれないけど、まあそうしようかなと思ってる。待ってはと洋服屋さんで働いてます。基本的に、まあ、お昼というか日中洋服屋さんで働いて、来月からまあ大体週3ぐらいでバー働いてって感じかな。そんな感じの毎日を俺は今送っております。で最近マジでほとんど働いてるしかないかな、超フリーター生活を送ってます。
何でも言えます。だからポコちゃんもあんままだちょっと俺が内容が分かってちゃんとな分かってなくて、まあ、今あのマネージャーさんと話しながら、マネージャーさんって言っていいのかな、分かるんやけど、そのまあいろいろ話しながらどういう風に進めていくかっていうのを今ちょっとやってる途中なので、まあ最終的にちゃんと決まったら、まあ今月20日25までにはかなには話そうかなと思ってます。まあまたインスタライブとかになるかな、まあ、その時はちゃんと告知はするんで。ポコちゃんはね、なんか時給みたいなのがあるらしくて、なんかアイテムもいるけど、シンプルに自分もちゃんとほぼ毎日しないといけないみたいな感じやから、まあ配信すればするだけ大事みたいな感じらしいです。ちょっと鼻水がやばい、よこせ。よいしょ。あ、今日部屋掃除しようと思ったのに一日寝てもだな。いい方向に決まりますように。そう、まあでもツイッチできるようになったら、ツイッチに完全移行できそうであれば、まあ、最初の方は多分併用してるけど、最終的には配信ちゃんとできるようになったらツイッチ完全移行になるかなみたいな感じではあるかな。配信中やから思っきり噛まれへん、なんかちょっとあれやな。うえ、今日はね、マジでね、久々丸一日休みだった。なんかお昼に配信しようと思っててんけど、この通り鼻声やばくて、薬飲んだら副作用で眠気すごくて、よし始めるかと思ってゴロゴロしてたら寝てて夜でした。すいません、顔鼻真っ赤、鼻真っ赤やな。いやマジでね、ここあたりがすごい乾くよね。花粉やばいマジで。最近は花粉症に悩みながら働いてます。 DM か Twitter で質問箱、あー全然いいよ、読んでるし。まあちょっと Twitter の質問箱やとすぐ気づけないかもしれんから、 DM とかの方がありがたいかな。実際の DM の方がすぐパッて見れるし。そう、花粉の薬ね、めっちゃ眠くなるよね俺。副作用結構きついよね、結構がっつり食らっちゃう人で。花粉多い、毎年多くなってる。多分杉花粉ってか杉の木も少子高齢化なんやと頑張ってんねやわ、あの人らも。最近は眠くならない薬もあるのでおすすめ。へえ。配信の声親に聞こえないんですか？いや全然聞こえてると思うで。一応ドアとか閉めて防音とかしてるけど、ゲームしてる時の声結構聞こえてるらしいから、全然聞こえてると思う。夜になってくれたおかげで見れたからよかった。お疲れ様。明日は大事な WBC 準々決勝だから今日は出るらしいよ。明日ね、ああ耳鼻科でもらえんのか。いや明日大谷さんからのダルビッシュ系統説やろ、やばくない？ゲームやん、ゲームで最強のチームを作ってみたぐらいのやり方やで。あれのくせピラノは選抜いいんだから、だからへえ。だから俺まだ今普通に服用してる薬もあるから、それと併用可能かどうかもちょっと見ないといけなくて、ちょっとややこしいね、いろいろ。え、インスタライブって何分やっけ？1時間できるっけ？1時間できるかちょっと分からへんねんけど、この後ちょっとやらなあかんことあって、まあまあ軽くお話ししましょうよって感じです。今日はそれさ、なんか声めっちゃ今日やったら低い声めっちゃ出る気がするな。
あの中国語ラップみたいな、みんな見たことある？聞いたことある？なんかオンラインで耳鼻科なんか、あ、そうか、今結構オンライン診察みたいなのあるもんな、ちゃんと。あれって処方されたらどうすんの？処方箋が届くの？ PDF とかで。お布団まだあったかそうな、お布団。いや、そうなんよね。最近寒かったやん。1時間か。いや、ゴリゴリバスケ派ではあるね。でも見るのは好き。サッカーも、野球も、バレーも。結構普通にスポーツ見るのは好きかな。何でも。格闘技とかも見るの好きやし。中国ラップ、あれちょっと歌詞がちゃんと分かってる。だからソリッドだ、ガルドラドラドラチーンだ、チュン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 、中国語。スラムダンク見れてないんです。この前せいちゃんに怒られたわ。ああ、そういうことね。中国語ラップ歌詞カタカナ、そう、当人中である。なんで見てへんねんお前っつって、スイちゃんに怒られた。あれ、TikTok に繋がってしまうな。アップしたら総理リンソンでビーガンガンソンシンデンチャントチーンチューのキューレカーのハンドスのヨガファンショティーンカーのマナーバーのショーでチューンダッタールチャントウェイジョンダチョーチン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 マナーシャンチョンチーウェイアトラウェイムパブリタードチー。タジャオ、タジャハオ、シシオワイニ。タジャハオって何やったっけ。タジャハオ、こんにちはみたいな。みんな見れてお疲れ様です。そう、TikTok でやってるやつ。ソリゾのビールが心臓全部チー、全然全部食べ。日本にない発音はむずいよな、マジで。なんか海外のっつって。読めるだけですごくね。あ、全然、あの、カタカナを見てる。全然、あの、中国語は読めません。ダジャハウ。ダジャハウ、ダジャハウ、なんか一個習ったよな、忘れた。雰囲気明るくなった。そうだろ、最近ちゃんと朝起きて動いてるからかな。いや、やっぱ太陽の光浴びるって大事よ。マジで。ソリンゾーデン、ソデンゾーデンベラカドチドチャドチシンツンツァオザオセンチチェンジチェンメニードリャタジャハオ。ああ、なるほどね。いつも喋ってる声の高さがだいたいこれくらい。そっからあれでもめっちゃ低いよな。これぐらい。そういうのみんな感動心臓なんぞチェンジャー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 みたいな。かゆう、かゆうやったっけ。行ったことある国は海外やと韓国だけかな。なんかいいねって意味やんな、それ確か。それぐらいしか知らんけど。そう、これでもめっちゃ確かになんかめっちゃ飲んでる人の歌みたいな感じだよな。なんか俺には酒しかねえみたいな。確か。ソリゾンデンピーラカゾシノツトチーシンジャチェンミダニョハドシャドヨグハチャティーガヤダムナドゼディダウシュワシャオミジョジ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 
むず。いやだ。お酒飲んだら口悪くなって距離感近くなるかな、酔い始めたら。距離感はマジでバグる。最近マジで酔わないという鋼鉄の意志を持って仕事に臨むようにしようと思ってる。ドゥル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 ドゥじゃあどうにでもない。まだマシな方よこれ。だいぶ。髪色はこれも地毛、ここ地毛で、ここは先端だけ黒く染めただけです。今日給料日やからお金振り分けるのめっちゃ悲しいけど辛くなる。悲しいし辛いやん。それはお酒あんま飲めなくてバイトも大丈夫でしたっけ。全然お酒飲めないからバーに行ったらあかんなんてルールないから。全然女の子は勘違いしますよ。いやだから気をつけないといけないねって、ほんまに。だからもう鋼鉄の意志をね、楽しくいいけど辛くなるね。そういうことね。バチラヘア、いやバチラってめっちゃうまい。バチラとあとあれトーマンの影虎意識したんってめっちゃ言われるけど、マジで何も意識してなくて、こう汚い髪色をどうにかしてきて、で相談した結果こうなった。もっと綺麗やってんけどね、染めたて。髪型もちゃんとしてたし。で遅れた。ヒカル君こんばんは。こんばんは。ヒカル君どのくらい飲みますか。日によるけど、まあとんでもない日はとんでもないよ。基本はあんまお酒飲みたくないよね。そう、鼻声で声低くなってんねんな。前髪はもう長くて作れないです。今もうここまであるから。一応ね前髪ねこれか、ここだけ真っ黒ないよ。だからセンター分けにするとなんかこれだけ黒くて可愛い。今長すぎてちょっとね、ハニーレモンソーダ、あー映画化してんのか。感想はまた教えて。多分見に行かんけど。こんばんは。髪の遊ばせ方、もともと金髪やって伸びてきてプリンをどうにかするのに、これ先端暗くしたら可愛くなるんじゃねえと思ってたら結構ええ感じみたいな。パッツン前髪、この髪色のパッツン前髪やばくない。結構前のヒカルくんライブでボブにしてみたらええんちゃうって言ってもらって、ボブにしてたら大成功でした。よかったよかったじゃん。喉はねもうなんか鼻とさ口のちょうどこう合流するところらへんわかる。そこがめっちゃ痒くなるよね、噛んで。ネットフリかなんかにあるんや。裾から流行ってて可愛い。裾からっていうよこれ。襟から。え、漢字読み間違えた俺。
エリではない。あ、そうそうやった、よかった。最近見たいと思う映画、コインロッカーの女っていうなんか韓国の映画見たいなって思ってるけど、今どのサブスクでも見られへんくて、どっかでもう今度伝え行こうかなって思ってる。やべ、花粉症じゃないから辛さ分からなくて悲しい。いやーマジでね、きついわ。いやマジでそう、目とかもポンってやって水でバシャバシャバシャってやりできるようにしてほしい。美しい、これちょっと思い出しただけ。ちょっと待ってメモするわ。え、インスタってモデレーターとか追加できんねや、初めて知った。指摘で絵の目でいいよ。へえ、ちょっと見てみるわ。ネットフリで見る。じゃあアマプラか。 OK。 なんかおすすめの映画あるかな。みんなが、あ、そう、春といえば恋の季節ですが、皆さん恋してますか？恋してけー、絶対。恋以上に人間を成長させてくれるものってあんまないらしいよ。今のおすすめ？最近映画見てないんやな。ちょっと待ってな。急な恋話。春といえば恋や、出会いと別れの季節ですよ。昨日ね、あのコインロッカーの女やと思って見た映画がコインロッカーっていう韓国映画やったんやけど、すごいなんか複雑な気持ちになった。面白かったけど、なんか考えさせられたわ。映画ね、映画。え、ちょっと待って、おい、みんな寝振りで今レミゼ見れるぞ。レミゼ絶対見ろ。レミゼラブル絶対見て。おい、レムゼラブル見れるようになってるって。マジかよ。おい、マイリスト入れとこう。恋バナ求むです。ないねー、ねえねー。え、ってことはアマプラにもあるんじゃね。さては、ネタフリにあるな。恋バナ聞かせてねえよ。びっくりするぐらいないよ。今あげたことないんですけど、今年パートの主婦さんに比べたらたくさんのホワイトデーのお返しもらいました。幸せです。おめでとうございます。結婚せんないって言われました。結婚せんでも大丈夫や。人間生きていける。結婚したいなら話別やけど。ないか。好きなタイプは自分一人で生きていける人。別に自分が、俺がいなくても大丈夫な人。光くんのことを教えるの彼氏があんまりよく思ってません。だるい。そんな直接的に言うな。そういう人もいてるだろう。
わてかさ、みんなさ、これちょっと嘘ついてる人鼻触るよ。俺ずっと鼻触ってるくらい、ずっと嘘ついてるわ。じゃあごめんな、嘘つきやから俺。ちょ、みんなAmazon でさ5000円以内でさ買えるおすすめのもんってなんかない？いきなりなんかないっすか？多分アイドルとか芸能人じゃないから、まあそう、まあくくり的にはホストと一緒になるんか俺。一人で生きていけたいクラスのその人と一緒に、いやだからなんて言うのな、一人で生きていける人と一人で生きていける人とが一緒になるのがよくない？二人じゃないとみたいな、そういうのちょっと無理です。あなたがいないとダメみたいなんで来られると、俺じゃなくてもいいんじゃないってなっちゃうな。俺はね、プレゼントですか？女子に男子に、え、ちょっと待って、何を見てないわ。どれ俺の話、女子に男子にプレゼント、いや違う、友達に5000円分のギフトカードもらって、それでなんか買えるのないかなと思って、通販するの久々すぎて、アマゾンって何があるんやろうと思って、なんかおすすめあったらなと思って。マジで家に腐るほどあるよな。愛情表現激しい人と全くしない人は、個人的にはツンデレの方が好きやけど、あんましやん人の方が好きではあるけど、でも激しい方が可愛いよな、やっぱなんやかんやで。多分長らく恋愛してないから何とも言われへんけど、なんか同じものを求めへんやったら激しい方がいいんじゃないの。言ってるやん、私はこんなに愛してるのにとか、俺はこんなにあいつのことを思ってるのにみたいな。うん、もうそんな人は物じゃないんだからね、何考えてるかもわからないんだからって思っちゃうな。結婚願望ゼロではないぐらいかな。彼氏いてるでしょ。あー、スイッチのソフトね。へおい、マスク。マスク買うか。
そんなこと言わないの。いやーでもまあ恋愛は難しいよね、本当。なんか周りの話が聞いてて思うもん。マスクはね、でもなんか最近お客さん、あの服の方、アパレルの方のお客さんとかでマスクしてない人増えてきて、逆に不思議な感じするな。俺は花粉症が全然つけてるけど、ジョバンニ2チェックダメージみたいな名前のやつ調べよう。ジョバンニ、フーチックダメージコンディショナー、へえ、シシーベラーみたいなやつはうちよくいっぱいあるわ。お母さんが買ってた気がする。
電話が来てました。結婚視野に入れる恋愛したくないのはまだ子供ですかね。あ、まあ別にいいんじゃないかな。いや、ミュートにしてたよね、電話来たから。申し訳ねえ。いや、電話がね、せーちゃんから来て、それでちょっと電話を受け答えしたんでミュートにしてた。申し訳ね。ごめんね、急すぎてちょっと。光くんと付き合うのしんどそう。しんどいと思うよ実際。やめときな、俺みたいな匂いがする男。しんどいっていうか、多分向こう、あ、そっちがしんどくなっちゃうと思う。自分でも思うもん。恋愛ってか感情表現苦手やから、得意ではないから。いや、それぐらい正直言ってくれる方が別に。どんな子ならしんどくないと思いますか。だからあれじゃない、さっき言ってた、別に自分一人でも生きていける人じゃないかな。お互いに、俺かろうじて寝室は一緒でも、例えば同棲するとか結婚するってなってもね、お互いの部屋は絶対欲しいじゃん。だから結婚しようね。すごいすごいすごい、圧がすげえよ。じゃあ入籍だけお願いします。日本が一夫多妻制 OK になったらな。入籍って契約書だよ、あれ。もう書類を交わしちゃうから、ね、契約になっちゃう。愛嬌でも、愛嬌ある子も愛嬌ある子で頑張ってたりするからね、その感情表現できるように。天然タイプもいてるけど、意外と頑張ってる人が多いっていうのも一個頭に入れとくといいかもね。だからあれや、努力もせんと天才やなあいつっていうのは違うよねっていう話です。事実婚でもか。愛嬌ある子になりたい、結婚したくない。いや、したくないならせんでいいよ別に。もうなんか少子高齢化がどうとか言うてるけど関係ない、仕方ない、したくないんだから。法律で結婚しなさいって決まってるわけじゃないんだから、大丈夫。ああ、やっぱ女の子って女性みんな結構そう思うんやね。別になんか
あんまね愛嬌ある子が可愛い、可愛いらしいとは思うけど、まあ、何でもいいんじゃないでしょうか。ライブ中も楽しい顔、俺もなんかめっちゃ真剣な顔でよく見ちゃうよな。聞く、もう掛け声なんてしてる暇ない。ジョンマスターオーガニックコンパパドルブラシ、ブラシ買おうかな、ヘアブラシ。可愛らしいとは思うけど、別に好きにはあんまなったことないかもね。うん。うん。そう、歌はちゃんと聴きたいし、ダンスちゃんと見たいしみたいな、そっちの方になっちゃう。スキンケア。影はあ、オバジ C25 セラムレオ10,000円、美容液、いや、やっぱ効果あるんやろな、こんだけ高いってことは。恋愛感謎、いや謎やと思うで、マジで自分でも思うもん。友達恵まれすぎてるからな俺、あんま彼女、うん、必要性はあんま感じへんかも。うん、何を言ってんだこいつはって感じかもしれんけど、仕事終わって脳死で見てる。マネークリップ、もうこんな時間か。アイキは女の子らしい感じで一緒に帰り込むみたいです。年上しっかりしてるお姉さんに振り回されてる帰り込むみたいです。おーおーおー、いいんだいいんだだよ、言ってあと5分ぐらいで終わっちゃうけど、ドラマとか出れたらそういう姿が見れたのかもね。そんな言い方は良くないか。アマゾンってマネークリップとかあんま売ってないんだ。もうそろそろか。今の財布があの日本円タイプじゃないのを買っちゃって、あの千円札すらちゃんと入れへんのにおらんと、ちょっとさすがにやべえと思って、あ、これ買おうかな。牛革ドンテポルナ、はあ、これ買おうかな。いつか、6時じゃない、10時過ぎぐらいかな。台湾に行きたいですが、デレデレしますか。え、分からん、するんじゃない。でも寄ったら結構なんかやばいらしいからな、俺あんま記憶ないんだけど。今日のさっきのせいちゃんの、俺がなんかの拍子で割っちゃったグラスがそのままシンクに入ってたらしくて、せいちゃん怪我させちゃったっていうね話でした。やっちもうたぜ。
寝そう。ウィンクスのウィンク。よっしゃ、じゃあ寝るか。痛いと思う、マジで。マジでごめんって。先電話で謝ってた。俺の確認不足やったわ、マジで。爪切られた。一生懸命爪切る。切れちゃうかな。切れちゃうね。恋愛かも。いや、もう暴露したい。十分。変な恋愛からよ。これいいやん。これ買おう。財布3つ持ちになっちゃうな、このままやと。いやです、それはしない。もう酒飲んだ状態で配信はしないよ、多分。そろそろ消える。女の子が酔ってるの別にいいんじゃない。酔ってるのって、まあ、仕事柄よく見るし、なんか周りに迷惑、犯罪とかしなければいいんじゃないかなって思います。でもそうだ、こんなで寝ようぜ。みんなもう11時や。明日も仕事やし、俺はい、ほな、そういうことで、まあ最近はこんな感じでした、こんな感じですっていうインスタライブでした。また4月からね、ちょっといろいろ体制というか変わるんで、まあ、それ用、それの告知用の配信はまたすると思います。ということで、そんな感じでおやすみなさい。おやすみなさいです。また来週かな。来週のどこかには4月についての話すると思いますんで、またその時はちゃんと告知します。ではバイバイ。おやすみ。